皆さんこんにちは。私は、イケボっていう結構調子こいた名前で、まあ、動画をたくさん上げているんですけれども、 YouTube に収益化というシステムがあることは、ご存知かと思いますが、ちょっとね撮影方法が原始的で申し訳ないんですけれども、まあ、あんまり技術ないのでお許しください。今開いている画面が、YouTube スタジオという、まあ、YouTube の投稿者が自分の動画の再生回数ですとかそういうのをいろいろ見たりする管理画面みたいなものなんですけれども、まあ、こういうふうに視聴回数とかも見ることができますね。そこの左側の方にですね、こちら収益受け取りというのがあります。ちょっとこちらをクリックしていきましょう。はい、 YouTube とともに収益成長していきましょう。まあ、多分実際に収益化したらこの辺にいろいろ収益とかの画面が出てくるんだと思いますけれども、まだ私はそれやっていませんので、こういうふうに申し込みのボタンのみが設けられております。つい最近ですね、5日ぐらい前かな、登録者が1000人を超えました。これが収益化の一つの条件となっています。現在は1008人か。実はチャンネル登録者の他にももう一つ収益化の条件があります。必要数4000、これは過去12ヶ月間における公開した動画の総再生時間ですね、すべての動画を合わせた再生時間の長さということになっています。4000時間なのでだいたい1日あたり10時間ちょっとになるんですけれども、こちらの方はね結構意外に早く達成することができました。一部の動画がかなりバズりまして、例えば一番多いのだと3万再生ぐらいあったんですが、それだけで1000時間ぐらいはもう余裕で超えていくんですよね。少しでもバズった動画があればこれの達成は意外と簡単です。ということでこの2つを満たして晴れて収益化の申し込みができるようになりましたので、申し込みのボタンを押していこうと思います。私もねまだここから先は見ていないんですよね。出てきました。こういうふうにステップ1から3まで出てきました。まずステップ1、パートナープログラム利用規約を確認する。要は収益化を受ける上での利用規約みたいなものですね。これをしっかり読んで同意する必要があります。そしてその次が、Google AdSense に申し込むと、AdSense アカウントというですね、収益化のためのアカウントみたいなものがあるようなんですけれども、それと、収益化を行うチャンネルを、関連付ける、紐付けるというわけです。そしてその次がですね、まあ、いよいよ審査を受けると。さっきの登録者数1000人と再生時間4000時間を超えればどんなチャンネルでも収益化されるのかと言われるとそういうわけではありませんでして、まあ、例えばあのエロ画像ばっかりだったりとか残酷な動画とかあと人の尊厳を傷つけるような動画、そういうものがたくさんあったりすると YouTube もねそんなものを認めるわけにはいきませんから収益化は許可されません。通常は1ヶ月以内に結果をメールでお知らせいたしますとありますね。ということでパートナープログラム利用規約ちょっと確認していきましょうか。あ、結構長いですね。はい、とりあえずだいたい読み終わりました。意外とそんなに長くはなかったですね。ただ、このパートナープログラム規定に加えて、こちらの YouTube 利用規約、そして、YouTube パートナープログラムポリシー、この2つもね、しっかり読んで同意する必要があるということだったんで、まあ、この後に、ね、読み進めようと思います。読んだ中から大事なところだけ、抜粋しますと、 YouTube で再生すると広告が流れるじゃないですか。その広告によって、YouTube が得た広告収入のうちの 55% が、YouTube のクリエイターに対して支払われるということです。 55% ですか、結構高くないですか。てっきりね 30% とかそれぐらいしかないんじゃないかなと思っていた、いましたが、これは意外でした。あとねこれも結構気になる人いるんじゃないかなと思いますが、 YouTube プレミアムってあるじゃないですか。あの YouTube に一定金額支払えば広告なしで YouTube の動画を楽しめると。それだと収入が全く入らないように思いますが、そこもねしっかり保証されておりまして、 YouTube プレミアムに加入している状態で視聴された動画についても広告収入の 55% がクリエイター側に支払われると。あ、なるほどね。YouTube プレミアムでどれぐらいお金もらえるのか調べたことなかったんですけれども、そういう風になってたんですね。ちゃんともらえるんですね。あと大事なところだと、いわゆる収益化が停止される条件ですね。細かいことが書いてあるんですけれども、やはりプログラムポリシーとかそういう大事な規約に、クリエイターが違反した場合ですね、ちょっと疑いがある場合であっても、まあ、YouTube は一方的に、収益化を停止することができると書かれていますので、まあ、下手な内容の動画は出すなよということですね。じゃあ一通り規約とかも読みましたので、パートナープログラムの利用規約に同意しますと。
あと結構 YouTube がね、いろいろチャンネルの成長に役立つ情報などをメールで送ってくれますので、まあ、これもね、結構参考になりますから、チェック入れておきましょうか。で、規約に同意すると。はい。はい、これでステップ1が完了になりましたね。Google AdSense に申し込むと。やっていきましょうか。Google AdSense は私は持ってないはず。EA 規制のアカウントはありませんと。で、続行。するとね、こういうふうに Google AdSense のお申し込みというページが出てきまして、いろいろ入力する欄になってきます。最初にお客様のウェブサイトっていう欄があるんですが、もうこれはあの YouTube のチャンネルでもう固定されているようですので、このままと。メールを受け取るかどうかで国を選択、そしたら日本に対応した利用規約が出てきますので、これをしっかり読みまして、同意のチェックを入れてアカウント作成となるわけです。実はさっきね、これもう開いていて、まあ、正直細かいところは目を通していませんけれども、大まかな内容は目を通しましたので、これでアカウント作成をポチッと。そうしますと Google AdSense の支払いのいろんな情報を入力する欄が出てきますね。アカウントの種類、個人なのかビジネス、まあ要は法人なのかと、名前住所ですね、まあ、そういったもろもろの情報を入れてから送信を押すと、このあとね、私の個人情報とかを入れますので、送信を押した後の画面に飛ぼうと思います。はい、しばらく画面を放置しますと、チャンネル収益化のステップの画面に戻りと同時にですね、登録したメールアドレスの方にメールが届きました。まあ、AdSense のアカウントが作成されましたということですね。ご紹介した3つのステップ、一番上の利用規約等の確認は完了になりまして、次の Google AdSense への申し込み、これが処理中に切り替わりましたね。承認と関連付けのプロセスには数日かかることがありますということで、もうちょっとこちらは時間かかるみたいです。それが終わった後でようやくチャンネルがポリシーに適しているかどうかの審査を行うと、だいたい1ヶ月ぐらいかかります。とりあえずにやるべきことはやりましたので、動きがあり次第動画にしようと思います。はい、申請から6日ぐらい経ったんですけれども、ちょっと確認しない期間が 2,3 日ありまして、気づいたらね、この Google AdSense の方は完了になっております。こちらが完了になって、その下ステップ3、YouTube のチャンネル審査が現在処理中になっていますね。はい、 Google の収益を受けるためのアカウント Google AdSense の私のホーム画面に飛んだんですけれども、こちらの方には YouTube の収益とか特に載らないみたいですね。まあ、実際に YouTube の収益を入れるには多分銀行口座とかをここで紐付けるんだと思うんですけれども、このお支払いのところ、多分ここからやるんだと思うんですが、合計金額が8000円以上の場合に毎月支払われます。私はまだ審査に合格していないので当然0円ですね。お受け取り方法。収益が基準額に達するまでお支払い方法の設定は必要ありません。つまり収益が8000円を超えるまではこの受け取り方法とかも特に設定できないみたいですね。ということでね、 YouTube の審査の完了を首を長くして待とうと思います。はい、収益化の申請を出してから約1週間経ちました。てかちょうど1週間かな。いよいよですね、ここに出ております通り、YouTube パートナープログラムへの参加が承認されましたということで、いや、チャンネル開始からだいたい2年かかりましたが、ようやく YouTube の動画で収益を得ることができるようになりました。で、この収益受け取りのページ、今までは収益化の条件まであとどれぐらいですよということしか表示されていなかったんですが、ちょっと画面が変わりましたね。収益化の方法、動画広告、動画に広告を載せたりとか、
スーパーチャット、あとスーパースティッカーなどでまた別の収益を得るという方法がありますよという紹介になりました。収益化が承認されましたというメールは届くんですが、その後にちょっと自分で操作をする必要があるみたいですね。じゃあやっていきましょうか。広告で収益を得る、広告で収益を得てみませんか。このプロセス、このコースでプロセスの理解を深め、広告主と協力して成功を目指しましょう。ちょっと見てみましょうか。クリックを押しますと、なんか学習のページみたいなやつになりまして、広告で収益を上げる仕組みみたいな感じで、多分動画ででしょうが、広告がどういうふうにして、つけられて、どういうふうにお金になるのかというのを学べるようですね。参加条件のところに YouTube パートナープログラムへの参加が承認されているっていうのがあるので、多分収益化が認められた人にしか見れないやつなんでしょう。私もね、しっかり学ばせてもらおうと思います。じゃあコースを始めるのところをクリックしますか。はい、学習プログラムを見終わりましたけれども、普通に YouTube が YouTube で出している収益化の教育用の動画、これは普通になんかアップされているみたいでしたね。それを視聴しました。今までに説明したことと内容は似通っていました。ちょっと細かい YouTube の広告の仕組みなどを紹介してもらいました。ということで、まあやっとと言えばいいのかな、動画の収益化をやっていこうと思います。この上の部分に収益化っていうのが書いてありますので押してみましょうか。設定の画面が出てきました。既存の動画を収益化しますかと。後で設定するというのもありますが、特に不適切だなと思う動画は今のところ思いつかないので、全ての動画を今すぐ収益化やってみようと思います。広告の設定、広告のフォーマットというのが、自分でどの形式は表示して、どの形式は表示しないというのを選ぶことができるんですよね。まあ、とりあえずは全部の広告の種類を、有効にしておきましょうか。動画広告の配置、これが8分以上のちょっと長めの動画で、動画の途中に広告を挿入するかどうかですね。まあ、これも一応 OK にしておきましょうか。個人的にはあんまり好きじゃないんですけれども、だいぶこれをやるかやらないかで収益が違うらしいんですいませんが、つけさせてもらいます。これで設定を適用と。お、動画を更新しています。あ、現段階ではまだ収益化はオフってそれぞれの動画でなっていますね。私の動画は確か230個とか240個ぐらいありますんで、結構時間かかるかもしれないな。僕ん家の Wi-Fi 結構遅いので時間が2分ぐらいかかりましたが、無事ね257本全ての動画の収益化がオンにされましたね。正直ね、お金が欲しくて YouTube を始めたっていうところもありますので、感慨深いです。このコンテンツって言って、それぞれの動画の高評価率とかいろいろ情報が見れる画面があるんですけれども、ここに収益化という項目が今までなかったのが追加されまして、ここでオンとオフ、収益化するか収益化しないかというのを切り替えることができます。動画の特性によってはそれこそなんかやらかして謝罪の動画とかなった場合は、どうせこの動画もう金目的だろうみたいな感じで叩かれたりしますので、まあそういう動画については個別にオフにすることもできるというわけです。さて、もうちょっと紹介しておきますが、動画がいつ再生されたのかとか、どれだけの時間再生されたのか、動画のうち何分何秒の時点で一番視聴率が良かったのかとか、そういういろいろなデータが提供されるアナリティクスという画面があります。今まではこの概要、リーチ、エンゲージメント、視聴者、ここで終わっていたんですが、ここに新たにね収益っていうのが表示されました。さすがにね、まだ収益化し始めて5分も経っていないので、まあ、全然ゼロですけれども、ここに推定収益とか、あとは RPM と書いてありますが、視聴回数1000回あたりの収益額というのがここに表示されるです。そうですね、RPM の横が再生回数に基づく CPM というやつがあります。RPM も CPM も同じような数字なんですけれども、 RPM は、そもそも収益化されていない、まあ、さっき設定で動画ごとに収益化できるかできないか選択できると言いましたが、 RPM は収益化されていないものも含めた、1000回あたり、こっちは収益化されているもののみ1000回あたりだそうです。下の方に行くとね、月別の推定収益とか、収益額が上位にある動画とか、まあ、広告の種類とかいろいろ表示されるみたいですが、ここからはこの後のお楽しみというところでしょうか。
今はですね、収益化の条件を達成してから、実際に収益化をするまでの流れということで動画をやっていますが、実際の収益がどれぐらいあるかとかも情報が出てくれば、そのうち動画にできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。